はは。い、こんにちは、えー、今回の映像は久しぶりに作りました、えーまあ、個人的なこの1ヶ月ぐらいでの体験なんですけどもーワールドカップがありましてでそこに、えー、日本人の,その働く上での弱点のようなものを見いだしたあように思いまして。えー 組織とは何か、あるいは組織の中で、えー、なすべき、えー、担うべき役割とは何なのかということを考える、考え実践する力を養うことがあ日本人には必要なのではないかというように思いまして、えー、今、プログラムの、事、まあ、業のプログラムの構想を練っているところです。そ、えー、そして今回のの映像はその 導入というか、序論と申しますか、えー、一番の起点になるところをお伝えするための映像になっています。まあ、一発撮りで、えー、撮っているので、ちょっと冗長かもしれませんが、ご容赦ください。でえー、まずですね、えー、今回のワールドカップを見た方、学生の皆さんがどれくらいいるかは僕は分かりません。えー、ただ結果に関しては 聞いていらっしゃる方は多いんじゃないかと思います、えー、結論から言うと決勝トーナメントに進んでやはり今回のベスト16で負けてしまったんですが相手があ強豪のベルギーということにもかかわらず途中まではかなり優勢で、えー、いい試合をしてたとでまあ多くの日本の視聴者は これはいけるんじゃないかというように思って見てたんだけども結局負けてああ残念だったねというような感想が多かった試合でしたで、えー、まあ結論から言うとおそういうことなんですがまあ、当時の感想2点途中までね勝ち越してたから、まあ、これはいけるんじゃないかっていうふうにすごい盛り上がり稼働しましたよねで まあ、なんでしょうね、えー、各方面に聞いてみると、いい試合だったなと、次につながる試合だったというようなコメントを残す内外の関係者なんかも多くいました。えー、他方で、やっぱり後半20分ぐらいから、えー、25分ぐらいから2 30分の間で、立て続けに3点を入れられたんですね。さすがに3点も入れられるとは想像もしてなかったし、 運が悪かったねというような見方をする、まあ、視聴者の皆さんも多かったようです。でだから何なんだということなんですがじゃあまあ実際に見てないと実感できないところはあるんですけども改めてこの試合を取り巻く状況っていうのはどういうものだったのかなということを情報を上げながら、えー、考えてみたいなというふうに 思ったんですですなぜかというと下馬評から考えれば日本は負けて当然の相手なんです。ですが途中までいいところまで行ったのになぁという感想が湧き上がってでそして、まあ、ある種の満足感じゃないですけどあいい試合したねでも負けちゃったよね残念だったねというような 言われ方をすることに対して個人的にすごい違和感があったんですね。で、そのモヤモヤを解消するために少し整理したということなんです。じゃあまあちょっと見てみましょうと。で、日本はなぜベルギーに負けたのかということなんですが、まずベルギーはですね、えー、ベルギー自体は強いチーム。 国ではありません歴史的に見るとただ今回のベルギーは史上最強のチームでしたとで世界ランクが3位でしたまあもう1位2位3位なんてほとんど変わりませんからえそしてワールドカップの前後する国際試合ではですねオフィシャルな20連勝してました確か負けたのが えー、準決勝で負けてそれで23連勝ぐらいで止まったんじゃないかなというふうに記憶していますでこの23連勝とか20連勝という数字をだけ見てもですねいかに尋常でなく強いかということは分かると思いますただ強いだけじゃないというのは分かりますよね、えー、そして まあ、組織の完成度なんて言った言い方をしたりするわけなんですけどもその、サッカーをする上で大事なのはチームワークです、平たく言ってしまえば。で激しいポジションチェンジとか、あるいは意外性のある意表を突くような攻撃の展開、あるいは力技での展開力というのもありますし、そういうところを総合的に見ても、組織の完成度は全チーム最高だっただろうとう、まあ。もちろん 軸となる選手の能力は素晴らしいんですがとにかく完成度は素晴らしかったというところがあると思います到底、えー、こういった要素を比べてみても、まあ、日本普通にやったら日本は勝てない相手なんですよねじゃあ今度日本側のあるいは当時の試合の雰囲気をちょっと振り返ってみましょうとまあ一言で言うと普通じゃない空気が 流れてたんですよね、えー、まず日本がそれまでその勝ち越しながら試合を有利に進めていたという試合は予選の時の3試合も見てもほぼありませんでしたし、えー、その中で決勝トーナメント進んで文字通り優勝候補のですね、えー、ベルギーに対して後半20分あれ25分ぐらいまで2点。 2-0で優勢の状況だったんです。で、2-0、2点差っていう数字はですね、後半25分ぐらいで、普通負けない数字なんですね。サッカーっていうのは1点差で勝つか負けるかっていうことをやるのが通常の勝負の仕方をするスポーツですから、なので、よほどの状況だったというようにお考えください。えー、そして、 じゃあ考えられることは何なのかなというふうに思うことなんですがまあ当時その,の感染してらっしゃった方は分かると思うんですけどもものすごい気分が高揚してましたよねでその高揚していた一番の理由はもちろん強豪のベルギーに2点差でう2点引き離したというとこがあったとは思うんですが簡単に言うと出来が良すぎたっていう こととだったと思うんです今までにない状況優勝候補の筆頭に対してそれだけ一時的にとはいえ圧倒的な局面を作った優勢だとでおそらく選手の皆さんもそうですし感染者の皆さんもそうだったと思うんですがまあ前に挙げた通りあこれいけるんじゃないかっていうふうに思ったと思うんです、えー、ところが まあ2点取った時点でやっぱり地に足がついてなかったのかなと浮かれちまったんじゃないかなとまああとでちょっと補足しますがこの3点の取られ方も、うん、まあ普通の取られ方ではないというか軌道の描き方とかえそれ入っちゃうのっていうような得点のされ方とかばかりだったんですねえというわけでその状況を把握する力冷静になるために 確実ができることをやったのかなというところで、うん、経験の差が出たのかなというように感じましたでここについては3つ目に関しては後ほど詳しくお話ししますじゃあうん改めて見てその安とはいえ、まあ、いい試合をしてたしそんなに力の差はないはずじゃないかというふうに 感じていらっっしゃった感染者の皆さんも多いいかと思います確かに、えー、日本は体力と基礎的な技術、技術、普通にボールをはたくとかトラップするとか、あるいはスピードなんかは、今回は,は特に左側のサイドが速かったんですけども、そういうところでは、特段の遜色は競合と比べてもないんですね。 むちゃくちゃうまいわけじゃないんですけどなので十分勝てるチャンスはあったんじゃないかというふうに思われたわけです他方で中距離パスの精度が低いと要するに細かくつなぐだけの足元って言ったりしますけどもやっぱりキックのうまさっていうのはちょっとなかったのでそれは攻めのバリエーションにも若干制限がかかったんですがただこれを差し引いても下手っていうレベルではないんですで、 まあ、C というならば、その攻撃に力を入れている分、まあ、戻りとか言ったりしますけど、守りなきゃいけない場面は、やっぱりすぐに自分の陣地に、ま、戻らなきゃいけないんですけど、まあ、その辺がちょっと甘かったかなと。じゃあなぜ甘かったのかっていう話もありますよね、えー。というところもあると思います。で、まあこれは4番目なんですが、 参考までに、まあ、ネイマールっていうのはですね、ユ選手はブラジルの10番で、まあ、いわゆるスター選手です、誰もが認める。で、えー、ネイマールのコメントに、日本は、日本の選手は下手なのに格好をつけるんだという言い方をしたりしてます。まあ、簡単に言えば、ちょっと煽ってる感じなんですけども、まあ、抜群でうまい、その、 真意を丁寧に補足すると抜群にうまいわけじゃないんだけれどもそのいわゆるハードワークができないというか小切れなサッカーしかしないからだから負けるのは当たり前なんだというような、うん、含みがあったのかなというようには思いますまあ今その試合の当時の空気 あるいはその技術的能力的な評価っていうところを見てみてもうんそんなむちゃくちゃなやられ方をする、まあ、3点入れられるっていうことはですね25分ぐらいの間に、まあ、むちゃくちゃなやられ方なんですけどもそういう要素は見当たらないよなというふうに思われるわけです、えー、ですが僕がふと思い返して思い浮かんだのが94年 94年のワールドカップ本戦に向けたアジア最終予選で起きた93年のドーハの悲劇というのがあったんですねでこれはまあ僕ぐらいの世代の人間じゃないとちょっとリアルタイム見てないのでわからないんですけども学生の皆さんはどういう試合だったかっていうのをちょっと、うん、想像していただきたいと思うんですね で当時の93年ワールドカップアジア最終予選での日本代表の置かれた状況っていうのは、えー、当時の相手はイラクだったんですけどもこれに勝てればあいけるという状況だったんですワールドカップ初出場と、えー、なので当時の日本代表はワールドカップの出場経験がありませんでした、えー、でその中で まあ当時の日本代表は頑張っていたと思います。まあ、偉そうですけども、実際ものすごく頑張ってたと思うんですね。で、その結果、前半勝ち越して優勢の状況で終わったんです。で、サッカーっていうのは前半終わりますよね。で、その後、ロッカールームに戻るんです。ハーフタイムの間、休憩時間ですね。まあ、15分から20分ぐらいなのかな。いつも。で、 え通常はそのハーフタイムの間にロッカールームに戻って監督やコーチ選手ももちろん集まって、まあ、その日の自分のチームもそうですし相手のチームのコンディションもあるあるいは戦術とか選手の,そのフォーメーションを組んでいるメンツがちょっと違ったりする場合もあるとでそういった状況のやや細かい変化というのを正確に整理し直して じゃあ後半こういうふうにもしかしたら相手が仕掛けてくるかもしれないからここを予防線を払おうとか今は優勢だけれどもいや追加点を取るために今度はこっちからこういう展開の仕方でこういう攻め方をしてえー追加点を取りに行こうとかみんなで練り直すための時間なんですねえですが当時のこのドーハの悲劇が起きてしまった あそのい言ってませんでしたドーハの悲劇って言われているのは結局、ですね勝ったら、あのー、初出場だったんですけども後半終わって延長入ってからあ5、6分だったかなその時にあっさり得点されてしまったんですよイラクの選手に,イラクにで。で、このハーフタイムのロッカールームはお祭り騒ぎ気分でもちろんその選手の 皆さんもものすごい頑張っていましたしそして、えー、優勢だからこれいけるぞいけるぞってみんな思ってたと思うんですでその中で本来状況整理をしなければな,ならなかったことが全くできない状態で後半に出ていってしまったという状況があったんだそうですでこれはあの当時の日本代表の10番だったラモスの言葉にもありますし 当時のコーチだった方なんかも同じようなことを言ってるんですね。で今の話から分かる通りその状況が一時的に局面が一時的にすごくいい状況に働いた時に。 脇が甘くなってしまったというところがドーハの悲劇とすごく似てるなというふうに思ったんですね。で、その人間って失敗してるときはあるいはうまくいってないときは真面目な人間であればあるほどあじゃあ次よくするにはどうしたらいいかって試行錯誤するあれは予防線を張る緊張状態を保つっていうことを。 すすると思うんですよね特に負けず嫌いし、勝負に執着する、勝敗に執着する状況であれば、えー。ところが、一旦優勢になってしまうと、まあ、これが経験の差って言い方もあると思うんですけども、もそこで本当に嬉しいものだから、嬉しいまんまで本来やるべきことが、やはり組織の中でできてなかったんだろうなと。で、さらに言えば、その根底には、 脇が甘くなったその勝負に対する認識の甘さいやこ,この程度の優,優勢な状態で勝てるわけがないベルギーに要するにベルギーは見下していったという言い方言葉はきついかもしれないですけどもほぼ史上最強の一角であるベルギーに対してなめてかかっていたという瞬間がその時あったのは 間違いないいいなななんんじゃないかなというふうに思うんですよ、ね、まあもう一つはそのここに書かなかったんですけどもどうしても技術的にあるいはその実力がに劣るチームっていうのは前半でそのう,まうまさが足りない部分を体力で補って無理なプレーをしたりするんです必死に守ろうと思って。 で前半は持つんですが後半になると当然体力切れが先にきますから力の差が出てくるっていうのもあるんですけどもただ、それにしても25分で3点を取られるという展開は、まあ、普通はありえないようなというふうに見,るの見ますしであの冒頭に今回の日本のベルギーに対する敗戦で、まあ、会計者の内外からですね いやいい試合だったっていう言い方をされたと、特に外部の関係者から、そういう報道をされたりしましたけども、まあ、内心のところをよくよく聞いてみると、イギリスとフランスなんか強豪ですけども、あとでちょっと引き合い出しますけれども、まあ、あの負け方はないよなっていうことを言ってるんですね。で、その、あまあ、あの負け,負け方はないよなと言っている。 一番確信にあるものは、まあ、勝負をなめてるだろうという認識がそ厳しい認識があ突きつけられているという言い方もできるわけですじゃあ今回のベルギー FIFA ランキング3位そして今回のワールドカップも3位でした、えー、がど,どこがどう強いのかということを 改めてお伝えしたいと思うんですねでそれは技術的な話ではなくてその実は国民性とかあるいはマインドアティティュードっていうものに反映されてるということを知っていただきたいです、えー、まず1つ目は、まあ、地理やった学生であれば分かると思うんですが多様な人種あるいは公用語が3つありますフランス語ドイツ語オランダ語ですね、まあ、この3つの大国に 囲まれているのはベルギーで,でかつエリアがですね分かれてるんですよね、やっぱり言語圏が。というわけで、まあ、普通に考えたならば、あのー、まとめ上げるのはなかなか難しい国なんです。まあ、だからこそ今まで勝っててませんでしたし、で、まあ、皆さん、ですねその外国人と接した経験が終わりあれば、映像なんかで見てても分かると思うんですけども、 例えば、ドイツ人であれば、あこの人、ドイツ人だよなっていうのが分かったりするわけじゃないですか。ドイツ人がだ、うん、うんっぽい顔してるなとか、あるいは、まあ、イギリス人も特徴ありますよね。まあ、フランス人もそういう内にある。ところが、ベルギーっていうのは、まあ、言語圏もそうですけど、人種も入り乱れてるので、もう黒,黒人も当然います。であれこ、ベルギー ベルギーのこの選手どこの出身ベルギーの出身なのかなってはっきりとパッと分からないんですよでそのぐらい多様な人種がいていろんなタイプの選手がいる中で非常に高い完成度の組織を作ってきたというのはやはりかなり強い要因だっただろうなというふうには思えるわけですまあ具体的にはフォワードの選手が黒人で、えー、その選手はもう ヨーロッパの強豪で、えー、普通にレギュラーを張ってる選手がいたり、で中盤では、まあ、白人の選手で、えーまあ、両親がサッカー選手で、えー、英才教育を受けてきた選手がいるとで。そういった選手同士が一緒になってやっているというのがやっぱりベルギーの強さだろうなというふうに思ったわけです。2つ目は各自が組織に貢献できる強い意識を持っていると。今申し上げた そのベルギーの黒人のフォワードの選手はですねまあ、大会でも屈指の選手だっていう風に言われてたわけなんですけども体格もものすごいしスピードも速いんですが足元も柔らかくて俺が俺だがっていうプレーをしないんですよねゴール前でいやこの局面だったらこの選手絶対シュートするだろうっていうところでもあえてスルーをして他の選手に シュートをさせて意表をついて得点をするっていうそういう立ち回りもできたりする選手だったんですでこの選手に限らずチーム全体がそういう動きができるので、えー、じゃあそれができる一番の理由は何かというと、まあ、日頃からの選手同士のコミュニケーションもありますし何より信頼ですよね相手のことをよく分かっているからこそあうの呼吸でそういうことができるとまあつまらないエゴイスティックなプレーをしなくても おみんなでその力を引き出し合って勝てるっていうのがベルギーの強さなわけです。で3つ目はベルギーは例えばブラジルのような派手さっていうのはないんですねブラジルとかあるいはサッカーは詳しくない方でもク,ラスクリスティアーノ・ロナウドとかあるいはリオネル・メッシなんかは知ってると思うんですけども、まあ、特にロナウドとかあるいはコロンビアのハメス・ロドリゲスとか、まあ、今回日本は予選で当たりましたけどね 相選手っていうのはすごく派手な技術を持っていていわゆる見せるプレーっていうのはできるんですよねでまあそれは観客を魅了しますし、えー、才能なんですけども派手なその技術を持っているとかプレーができるということと勝てるプレーって全く別なんですよねでベルギーの場合はそういった派手なプレーはないんだけどもとにかく組織として洗練されていて 無駄な動きが一切ないからやっぱり強いんですよねまあこれも一つのエゴイスティックな面が出ていない成熟した組織であるということの証拠だと思いますちなみにベルギーは人口1000万強しかいません、まあ、小さい国ですよね参考までに韓国が4000万ぐらいで後ほどお話しするフランスなんかも7000万弱ぐらいしか はいますからそれと比べると当然人口が少ないっていうことはそこから生まれてる才能の数も限られてきますしとなるとどうやったら強いチームは作れるかっていうことを真剣に考えるわけですよね。まあ、もちろん今回のベルギー代表は才能の揃い方も十分でしたけども,も,もう、まあ、ベンチはやっぱり大国と比べると豊富な数はいませんでしたしまあそこは。 相当いいチームを作ってきたんだろうなっていうのは容易に想像されるところです。で、他方でフランス、今回のワールドカップ優勝国でした。えーまあ、下馬評ではフランスか、まあ、クロアチアかあるいはブラジル辺りが優勝するんじゃないかっていうふうに踏んでた方は多いと思うんですけども、まあ、結局勝ったかなっていうところのチームなんですけども。 フランスの強さの秘密を見てみましょうまずですねフランスの場合は旧植民地出身の二重国籍の選手が非常に多いですあの二重国籍っていうのはどういうことかっていうとフランス国籍と例えばガーナとかあるいはカメルーンとかコード・ジボワールとかそういうところの国籍を持っているんだけれども両方持ってるんだけどもフランスのチームに加入するっていうことですでなので実はそのフランスっていうのをフランス代表っていうのは フランスの、まあ、言葉を選ぶべきかもしれませんが旧植民地も含めたフランス帝国主義代表みたいな <laughs> ところはありましてでまず本国で、まあ、3番目になりますけれども人口が7000万弱程度いるんですけれども、まあ、そこら中に特にアフリカあるいはにたくさんの旧植民地があるわけですよねでその辺の国の人口も合わせると、まあ、軽く数億はいくだろうなと。 いうところなわけですもうバイパイが全然違うんですね。まあ多国籍企業みたいなものです。なのでまあもちろん揃う才能の数は抜群ですしベンチもベルギーとかクロアチアよりもはるかに厚いですし、えー、多少組織の完成度は低かったとしてもですね、えー、余裕があるというか、まあまあ、そういうところで うん、単に物量で勝ったというようよな面はありますただ、今回のフランスの場合は、えー、監督も素晴らしくて、えーまあ、デシャンというフランスが20年前に優勝した時のキャプテンがだった監督だったんですけども例えば、まあ、これは優れた監督、皆さんそうですあの、どんなに能力が高くても組織に貢献しないチームに貢献しない選手というのはレギュラーから外します。で このデンベレというのはフランスの11番を背負っていたやっぱり才能豊かな選手なんですがちょっと練習をサボる癖があってやっぱりデシャンは基本的に外しましたでそういったエゴイスティックな選手を外すことで組織の中での結束を固めそして何より他の選手たちにですね、ちゃんとおー評価基準というものを 誠実な評価基準というのを明示しているわけです、えー、そうしたことに加え、まあ、これは戦術的な話ですけど選手の交代なんかもう非常にこの監督が優れていた采配がというのはありました、まあ、全体的に見て余裕があるなという国でしたねじゃあイングランドどういうチームだったかというと まあご存知の方多いかは分からないですけどもサッカーの発祥の地はイングランドですえなので、まあ、イングランドっていうのはブラジルと違った意味でまた王国だったりしますただ、イングランドはですねちょっとプレースタイルが古い時代がずっと続いてきたんですよねでワールドカップも,もう近年は近年というかここ10年、20年ぐらいはあー優勝っていうのは全くしてませんし でその主たる原因は、まあ、簡単に言ってしまうとパスの技術がそんなに高くない細かいパスをつなぐ技術っていうのはなかったんですね、えー、ところが今回のイングランドは通常のフル代表、まあ、ワールドカップの代表というのはだいたい平均年齢30前後になるんですところがこのイングランドだけはだいたい24から25ぐらいしかなかった非常に若いチームだったんですね でただ若いだけではなくて、U−17 とか20のところでのワールドカップで優勝してきた、非常にけそういう意味では経験豊富なチームで、かつ、このチームはイングランドが今まで苦手としていた、細かいパスをつなげるスタイルというのを実現できるというチームに仕上がっていました。かつ今までのの持っていたインングランドの強み っていうのもあったんですねセットプレーが手いとか高速のサッカーができるとかで今までの強さを1ンランク、2ランク上げることができたそして指導者も監督も、まあ、デシャンも決して高齢、あのー、ではないんですけども、えー、このイングランドの監督も40歳ぐらいで非常に若かったんですねでその若い監督が 実は 17, 17歳以下の代表の頃からずっとこの選手たちと一緒に付き合いをしてきてでまた家族ぐるみで、えー、付き合いをしてるんですねこういうチームも珍しいですなんか選手のお誕生日誕生日会があった誕生日だったら誕生日パーティーを開いてあげるとみんなでサプライズパーティーをしたりとかあるいは選手の,のご家庭で子供お子さんが生まれたという時は えー、そのための出産パーティーをしたりと、えー、そういうところからチームの中で良い雰囲気を作っていって、えー、そして育てていったというのがあります、まあ、イングランドの場合は、まあ、本当に1つだけイングランドだけフル代表じゃないようなチームをワールドカップに出してきてこれだけの結果を出しましたから本当に素晴らしいなというように 思いますまあ、何よりイングランドのスタイルを変えて、まあ、ある意味ベスト4というのは塗り替えましたからね近年の停滞というの、まあ素晴らしかったなという,ふうに思います次のワールドカップでは間違いなく優勝候補筆頭ですねじゃあ今度はクロアチアですでクロアチアはピンとこない方も多いと思うんですけどもんただ歴史をやっている方であれば分かると思いますねチリとか。 まあ、旧ユーゴスラビアで凄惨、えー、な戦争を繰り返して分裂した結果できた小国の一つです。なので、えー、フランスのような大国とは全く比較にならないどころかベルギーの1000万強の人口よりも,もう半分もない400万程度しかない小国なんですね。でしかも 長い間戦争をしてきたので、やっぱり国も痩せているんです。そんなに豊かな国ではない。よくそんな国から準優勝できるようなチームを作ってきたなというふうに普通は思われると思うんですね。で、まあ、ひ平たく言ってしまえば、ハングリー戦神がものすごかったとっいうのは間違いなくあると思います。そ、まあ、それこそ 小さい頃は、10代の頃は手榴弾が飛んでくるような環境で練習をしてたというような国です。まあありえませんよね、日本人の感覚からすれば。で、まずそこから来るハングリー選手に強いものがあったと。これは何者にも代えがたいです。で、今一つは、まあこれは才能でもあるんですけども、いわゆるゲームを支配できる選手というのが2人いました。まあ、モドリッチとラキティッチっていう選手なんですが、 この,この選手2人というのは他の選手とは全く違って他の国のチームとの選手と違ってごくまれにいるあるいは世界レベルでも数年に1人生まれ出るようなタイプのゲームを支配できる選手なんですでゲームを支配できる選手ってどういうことかというと、まあ、感染していらっしゃる皆さんは常に俯瞰的な視点で ピッチの上を観戦できますけれども選手の立場からすればあんなイメージは見れないんですよね、当然同じ目線で戦ってますからどこに誰がいるかなんてわからないことの方が普通です、えー、ところが頭の中で状況,状況を整理してその俯瞰的な視点を作り出せるんです。 構成できるような選手がごくまれにいてそれがこの2人の選手だったんですで通常この選手が1人いるだけでもかなり強いチームになるんですが、まあ、2人いてでしかもやっぱりチームの結束力がまあベルギーに次ぐぐらいに強い国ですから、まあ、それはもちろんこのベルギーの老いたち国,国レベルでの生い立ちは間違いなくあります そういったものも全部含めてベルギーの組織力というのは非常に強いものがあってこれはフランスよりも上ですこの素晴らしいニーズという結果を残したということは言えるわけですね、まあ、日本代表でいうかつての日本代表でいうと例えば中村俊輔とか小野伸二とか、まあ、黄金世代と言われている選手,の選,選手ですけどもあの辺の選手は きましたでもまも、あ、なかなか出てくる選手ではありません。で、他方でですね今回、まあ、もっといけてよかったんじゃないかっていう国が、コロっと負けてしまったっていうことがありました、えー、ドイツなんです。で、ドイツは前回優勝国でもう圧倒的に強かったです。で、今は楽天にいるポドルスキーとか、当時10番かな、つけていましたよね。で ドイツは予選でで敗退してしてまったんですねでじゃあ前回優勝国がなぜこんな簡単に負けてしまったのかと、まあ、もちろん2大会連続で優勝っていうことはまあ並大抵のことではないですからそれはないだろうなっていうふうに、まあ、ロそのマークされてますし他の国からにしても予選敗退はないだろうっていうふうに思いますよねじゃあどういう内情があったかというともちろんドイツの フィジカルの強さ特にドイツ人っていうのは基本的にガタイがよくてそして当たり負けもしませんしキックの精度も正確ですから歴史もありますから強いんです、えー、で組織力もしっかりしているでそういうチームは何で負けてしまったかと前回大会はですねドイツは実はまあ この1つ目にあるトルコ系移民の選手、まあ、今回10番をつけていたゲームを作るせ中心の選手のエジルという選手がいるんですが、まあ、このエジルも含めて、あとポーランド系の選手、まあ、ポドルスキもそうですね、もう1人クローゼという素晴らしいフォワードがいたんですが、こういった選手が、まあ、非常に決定力が高くて安定した組織的なプレーができるドイツに速さをもたらしたんですね。だだからこそ最強だったんですが 今回はエジルがいます。で、10番でした。そのエジルがですね、大会の直前で、ちょうどトルコの大統領選だったんですよねで。エルドラン大統領を表敬訪問したっていう、いわゆる事件があったんです。まあ、事件というか、本人はまあ当然トルコ系の移民ですから、敬意を表して頑張りますっていうぐらいのことを言った、あるいは親しみを込めて表敬訪問しただけなんですが、これがですね、 まあ政治案件に発展してしてまったと、まあ、ちょっと細かいこと言うとあの欧州通貨危機以降ドイツはまあメルケル首相を筆頭に、うん、基本的に移民支持派っていうのがその政治を主導していたんですね近年。ところが欧州通貨危機で失業率が一気に上がってしまってじゃあ失業率が上がった時にどうするか どういうふうに国民感情が湧き上がるかというとまず移民を排斥しようとしますよね移民に仕事を与えるぐらいだったらあのドイツ国民に仕事をくれということが起きてでそれを受けて、まあ、うんなんでドイツのサッカー協会の会長がそんなことを言うかわからないですがまあ、してやエジルは前回優勝したチームの中核の間違いなく一人ですから あエジルはドイ,ツのドイツ代表にふさわしくないとかそういうことを言い始めたんです。で、ドイツのサッカー協会の会長がですねそんなことを言ってるわけです。当然、司令塔としてエジルがどんなに頑張っても、やはり気持ちとしては空中分解してしまいますよね。本人もそうですし、周,、えー、周りのメンバーも、えー、ちょっと不穏な空気が流れますから。 クロアチアやベルギーのような結束力の強さっていうのは到底期待できるものではありません、ね、やはりチームを見ていてもエジルが空回りしてるというのはよく分かりましたし局面ではやっぱり能力高いの勝てるんですが組織としてはもろかったですねそしてエジルは今大会で代表引退を表明しましたまだ全然やれるんですけどね年齢的には、まあ、こんなこともありました まあ、いろんなチームがあってそれぞれのチームの強さっていうものがあるっていうのはお分かりになったと思うんですそれは技術とか個人のフィジカルの強さ資質の高さっていうことではなくて主にその国あるいはそのチームを取り巻く文化的な歴史的な土壌 あるいは人間関係あるいは組織をどうやって構築してきたか育ててきたかというところに大きな違いがあるというのはお分かりになったと思いますじゃあ改めて今この4つっていうのは今回のワールドカップの4強だったんですけどベスト4なんですけども各国の強さとじゃあ日本のチームあるいはその根底にある国民性っていうものをちょっと 比較してみたいいなという,ふうに思ったんですまず1つ目はまあ、日本はですねまあ、旧植民地と言える場所ありますけれども、うん、一応ですね大東亜帝国のところそこから帰化させてでも日本代表強くしようとそんな <laughs> ことは一切しませんよねでフランスのような人材の集め方っていうのは当然できませんまあ歴史もありませんしじゃあベルギーと比べてどうかとまあベルギーのように 多種多様な人材が住みそしてその中でチームを練り込んでいくというような土壌もないですしそれをその、まあね、今回の日本代表ってその監督の交代劇が代表あの本ワールドカップ本戦を迎える1か月前に起きたというガタガタぶりでしたから、まあ、その状況でチームをまとめ上げることだけでも奇跡的な。 お仕事だったと思うんですけど西野監督は、まあ、なかなかそういう状況で高い完成度を誇るということも難しいですよね。で3つ目に、まあ、これはそのネイマールが少しポロっと発言したこととも重なるんですがクロア,チアもうクロアチアは小国ですしチームの結束力も高いんですけどもその2人のチームを支配できる選手 以外の前線のフォワードや守りのディフェンダーなんかでも,もほとんどはですね欧,欧州のトップチームで活躍している選手なんですねで。そうした一流の選手たちがさらに結束を固めてハードワークができるっていう,もう,こもうこれ以上ないというチームがクロアチアだったんですがそんなクロアチアですらハ,ハードワークをしているのに、まあ、日本の場合はどうだったかというとやっぱり ハードワークをやりきったかって言われるとちょっと疑問があるのかなと、まあ、その2点差からひっくり返されたっていう、まあ、一生懸命走っていったと思うんですけども、そのマインドのところでハードワークやりきるんだっていう強い意志があったかって言われると、まあ、これはかつての日本代表の今解説者をやってらっしゃる水沼さんっていう方がいらっしゃるんですがもう何かも指摘していた。 ことなんですよねより上手くてよりチーム組織の完成度が高くて結束も高いチームがハードワークをするのにそれより技術的能力的に劣るチームがハードワークができなかったらそれは負けてしまうのかなという見立てですで4つ目のようにイングランドのように大胆な改革をしたわけでもないまあどちらかというと日本の今回の代表は うんまあ、若い選手はそんなに多くはなかったですよね、まあ、もちろん西野監督もよく考えた上でベテランの域に入った本ダとか香川あたりも加えたと思うんですけども、も今までの日本のサッカーを大転換するような、まあ、機会にも西野監督を恵まれなかったと思いますし、うん、そんな時間も与えられてなかったしそして、 チームの中でそういう意識が芽生えてまた養っていくという状況も作れなかったのかなというふうに思います。まあ、これは本当に、うん、選手の方々と監督の西野監督の責任ではないと思うんですけどもやっぱ明らかに土壌が痩せていたよなと取り巻く環境がつら、うん、いものだったんだろうなというふうには思われるわけです。 でえー、今、その一通り、うん、要素とか属性みたいなことをサコ、まあ、知らない皆様方に,にも伝わるような申し上げ方をしたんですがサ今がある程度分かるとかイメージできる方により、えー、伝わりやすいことを補足するとやっぱり各国のプレイスタイルっていうのはそうそう簡単に変わらないんですよね。そそしててののプイスタイルににはは確実に国民性っていうのは 現れています、まあ、例えばブラジルっていうのは当然サッカー王国と昔から言われますよね人口もすごく多いです普通に億単位で言いますで才能バンバン出てきますでなので個人,個人の能力がものすごい選手がもういくらでも出てくるんですねで個人技はすごいんですがその組織として見た時に、まあ、サッカーを楽しむあれ見せるサッカーができるんですが クロアチアのラキティチ、モドリッチのような選手が,がたくさん出てくる、あれ育つような国民性か、あはその国かと言われると違うんですよね。組織として見るとむしろ弱くて個人、個人の能力、この力で押し切る、局面で、局地戦で勝つ、得点するということが、大いにブラジルなんですが。 まあなので負けるときはコロッと負けたいです。今回のベスト8止まりでしたからね、うんまあ、このままだとちょっと厳しいのかな、この先もですね、ブラジルが優勝するというのは難しいのかなという,ふうに思います。見てる方は楽しいんですけどね、ただ勝てない、勝てるサッカーと華麗なサッカーは違うということです。で南米のチブラジルに限らず南米のチームというのは、ちょっとですね、今回はもう露骨になりましたけども、 劣勢になってしまうと汚いファールが増えたりするんですで汚いファールって何かというと相手を怪我し意図的に怪我をさせるようなプレーを露骨にやるとか平気でやるんですよねでこの辺はまあんそのハングリー選手の裏表なので一概に選手を非難するのは筋違いだっていうのは分かるんですよ勝利への,その執念っていうのはありますからにしてもやっぱり試合見てる方もやってる方も気持ちは良くないですよね そして何よりその汚いプレーっていうのはやっぱり能力的に足りてないから反則をしてでも勝とうということになっているわけですから、うんまあ、これが出てし、まあ、あるいは制御は効いてないって時点で、うん、勝つのは勝ち上がっていくのはある、まあ、ベスト4とかになってくると厳しいんですが昔から変わりませんね。ハングリー精神 だ,だけというかそれが一番の根底にあって、えー、組織を作ろうというのはやっぱりある種の限界があるということの裏返しでもあると思いますじゃあ、日本はどうかというと体力的技術的には、まあ、これも上から目線と言われてしまうかもしれませんが、まあ、十分、球大点だと思うんです競合と比べても引きを取らないと思うんですがただ、よく昔から言われるのは決定力にかけるって言われるんです。 でじゃあ、この決定力って何かというと一言で言うともうギリギリのところで競り勝つ強さっていうことなんですだある意味、メンタルの強さなんですよねもう絶対に負けないぞっていうだからそれはその多分、日本の試合見ていらっしゃった方はわかると思うんですけども、日本の得点シーンって基本的に綺麗なんですよプレーの仕方が。 あのきれ麗な軌道を描いて描くゴール綺麗な体勢であの決まるあの打つシュートが決まるってことが多いんですところがクロアチアとかベルギーなんかの試合を見てると分かるんですが特にもう非常に不安定な体勢から確実に一振りで決めるとか、まあ、ポーランドのレバンドフスキーなんかもそうですけど、まあ、そういう話をしても分からないので控えておきますけど。えー 本当に一緒の隙を突いて勝ち筋を見いだしていく勝つためにプレーをしているというのはもう気持ちが全身にからみなぎっているそういうプレーが本当に多いんですよねつま先のスパイクの5センチでかの足,のがの足の伸び方で勝っているからボールの軌道を変って得点するとかそういうのが本当に多いんですでそこが日本の場合は なないのかなとでもう、感づいてらっしゃる方もいると思うんですけどもいわゆる、うん、ラハードワークっていうのはこれとほぼ同じことを意味していてハードワークっていうのは中盤でもう全力で最後まで走,走りきってとにかく点を取らせないとか、えー、ボロボロになりながらでも、ま、守りに徹するとかすぐに戻るとか守りに、ね、攻撃に行ったとそういうところにも 出てくるものなんですが日本代表の場合はやっぱり綺麗なサッカーをしてしまっているのかなっていうのは思われた方は多いかもしれません。まあ、他にもですね、まあドイツちょっと出しました体格に恵まれていて組織力もしっかりあるドイツとかただ<え>まあ 2000年代,10年代2000年から10年まではもう世界最強だったスペインなんかは、えー、ショートパスが素晴らしくて、えー、展開には絶対の自信を持っているでこれはもうショートパスの高速サッカーというのはスペイン以上に真似できないティキタカなんかと言ったりするんですけどもというような特性もあったりするであと、そうですね強いチーム まあ、アルゼンチンなんかはやっぱりブラジルとちょっと似ててもうとにかく攻撃フォワード中盤以降っていうのが厚みがあ,るあって波状攻撃のようにもうとにかく浴びせ倒すというようなプレースタイルっていうのはあったりするんですがもうそれはどこの国を見ても20年30年どころか50年とかその単位で変わらないです不思議ですね本当に変わりません でその中で、ごくまに各大会、まあ、今回のイングランドのようにあるいは今回のベルギーのようにそ,それまでのその国の傾向では考えられなかったようなクリエイティブなプレーとか柔軟な組織力なんかを確保したチームが優勝したり素晴らしい結果を残したりするんですよね。で、ここまでお話しさせていただいて。 日本代表に必要なこと、勝つためにこういうことは足りないんじゃないかっていうのはだんだん見えてきた方は多いと思います。もう50分ぐらい,分ぐらい話してますけれどもポテその個人として足が速いとかスタミナが素晴らしいとか、うんまあ、足元、キックがうまいとかっていうのは多分そんなに負けてないと思うんですね。まあ、実際香川とかあるいは 柴崎なんかは足元うまいですし全体は見れますああいう選手もいますけれどもじゃあ組織としてしそのパフォーマンスを上げようと思った時にどうしたらどあ自分の組織の,その他のメンバーを生か,し生かしての良さを引き出して 組織としてのパフォーマンスを向上させるかと、まあ、よく1たす1は3にするとか掛け算だとかいう話と同じですでそういう能力が最終的にはメンタルの強さとかあと一歩の勝利の執着心とか日頃からの密度の高いコミュニケーションとかあうんの呼吸で本当に一瞬で決まるうーん相手のことをよく知っていれば知らなかった時の半分の時間で判断して パスが遅れる、アシストできる、シュートを決める、ポジションを取れるというようなところに出たりするわけなんですがそういうところがいろんな要因が積もり積もって弱くなっているのかなというのは感じるんですね。で まあ具体的に見てみると、まあ、何回か指摘しました繰り返しになりますが今回の日本代表の監督は直前1回戦2西野監督に交代して、まあ、本当に大変だったなっていらっしゃっただろうなというふうふに思いますけども、直前のゴタゴタでこういう感じで協、えー、会側も、まあ、お世辞にも代表の選手の皆様方あれ代表のチーム その監督、コーチの方々を含めたサポートメンバーを含めたチームを、うん、サポを投ししてたかって言われると、うん、ちょっと違うかなという,ふうに思いますよね気の毒でしたよね、そういう意味ではで2つ目はこれも繰り返し申し上げています日本人の、まあ、これ特にドーハの悲劇を味わったラモスがもう口を酸っぱくして言っていることですがハードワークが足りないあれ水沼も言ってますよね えー、ギリギリの競り合いで負けない力強さっていうものが少なくとも今の技術レベルとかあるいは実質の日本のサッカーの競技人口とかあるいは歴史の深さっていうところで見てみるとまだまだ全然足りないっていうことは、まあ、上から目線で素人で恐縮ですけれども不可欠ということは言えるのかなというふうには思いました。で もう一つは、まあ、日本人は、まあ、これも語弊があるのに、ね、丁寧な言い方をしないといけないですけど、まあ、街中そこら中見てもやっぱり大体日本人しかいないじゃないですか最近、外国人労働者若干増えてきましたけれども少なくとも同じ目線で頻繁に日本人と同じ頻度で、えー、接触するなコミュニケーションを取るっていう日本人は、まあ、そんないないと思いますよね。でというわけで多様性もない。 で多様性がないということは、全く考え方が違うようなプレーをしたり、サッカーの場合はですね、えー、全く異なる資質、例えば黒人だったら足が速いとか、体格に恵まれているで、白人の選手だったら、やっぱり頭で組織だってプレーをすることに優れているとか、やっぱりあるんですけども、そういうものをはっきりとした能力差っていうのを、質的な違いを、 揃揃えて揃えてて粒をいいいくっていうのは難しいですよねでそういう中にあってじゃあどうしたらチームとして、えー、良いものを引き出せるかというとやっぱりコミュニケーション能力しかないと思うんですよ、えー、ところがんまあ選手の皆さんとしていわゆる仲がいいとかその自由にやってらっしゃるとかいい環境を保っているっていうのはあると思うんですが まあ、イングランドやクロアチアあるいはベルギーの話なんかを聞お聞きになった皆さんはそりゃあこういったチームには勝てないよなというように思われたと思うんですねでもっと深く密の高いコミュニケーションなりそれに裏打ちされた組織力が必要だろうなということは言えると思われるわけですで、えー、今回のこの序論のところっていうのは一通り でまあなぜ序論というかこの導入の映像を作ったかと申し上げますとまあ一言で言うと、まあ、我々が COC として提供する授業なりプログラムっていうのはこの組織とは何かというプログラムは決してサッカー選手を育てるためにやるわけではないですしえー 選手に対すとかサッカーに対する知識とか技術を身につけることが目的ではないんですよね。ですが、やっぱり一番意識してほしいなというふうに思うのは国民性ってことなんですよ。で、そしてこの国民性っていうのは歴史とか文化とかあるいはその国の経済状況、治安とかも全部凝縮されているっていうことが今のチームのその並びあるいは強みっていうものを見ても、 お分かりになったと思うんですねでもしですね、まあ、僕はこれがし妥当な見方だというふうに確信を得ていますがもしさ国民性とか組織に対する認識がサッカー1つとってもこれだけ顕著にサイとなって現れているならば一般的な企業とか企業に限らずあらゆる組織ベンチャーとか NPO とか政府系の機関とかそういうもう全部同じだと思うんですね。 例えば、日本人は察するのがうまいから相手を理解する力がに優れているんだということを言う方はいますがそれは違いますむしろ、あの無駄な漏床もしたくないとか圧力を生じることで疲弊したりあるいは慣れてないから早めに線引きをして相手に干渉しないようにしているだけですね。 でこれは組織として見た場合は非常に危険な行為で相手のことを分かっていませんから良さを引き,出す引き出しようがないわけですよね腹を割って話すとかそういうことでもありますで今一つは特にこのクロアチアですねどこだったかなクロア,チアですクロアチアにはゲームを支配できる2人の選手がいるということを申し上げましたもうかつては有名な選手だとジダンとかフランスの あるいは日本の代表監督を務めた元ブラジル代表のジーコなんかもいたりしました。この全体の,そのチームあるいは勝負、ある状況を取り巻く全体を俯瞰できる、把握できる能力っていうのはやっぱり才能なんですよね、ある程度は。誰もが持つっていうことはできません、だからこそなかなか出てこない選手なんですが、ただ、これはある程度は養うこともできますし、 そしてこういう能力って普段その人材育成そのビジネス社会人もそうですし中高生もそうだと思うんですけども意識して能力を養うってことはないと思うんですよ日本人の場合じゃまあ私の場合はじゅ受験指導的なことをもう結構やってきましたし今はなるべくそういうことをしないようにしてるんですが中高の教育ある学部の教育っていうのは 特に、まあ別に試験やるのにグループディスカッションやってそれでその,人その学生がど,のぐどういうパフォーマンスを上げたあれどういう貢献の仕方をしたそういうところで評価をされて入試通るっていうことはないですよね。まあ 最近では企業でもグループディスカッションとかしてそのほんの一端を垣間見て何とか人物を見抜くっていうことをやっていらっしゃる企業のさんもたくさんあると思うんですけどもやっぱり限界があるかなとで逆に言えばインターンからの採用が増えてきたっていうのは普段からの組織内での立ち回りあるいはこの人間がいることで組織にどんなプラスの効果を生み出すかっていうところを見抜くために 見るよ,より見る把握しやすいからインターンでの採用っていうものがだんだん主流になってきて本,本当はそうするべきなんですけどねっていうのは出てきたっていうのは同じことだと思うんですねでそれをさらに一歩進めたこのゲームとか状況を支配できる把握できる人間っていうものを育てるられるかどうかそして同じ組織の中でもそういう人間だけに頼らない互いにそういう ゲームを支配する全体を俯瞰する能力がある人間同士が一緒に組織を作り上げる仕事をするあるいはまあ勉強でもいく共同研究とかもそうだと思うんですけどすることで素晴らしい成果が生まれるようになるんではないかというように思うわけですでその分かりやすい事例として サッカーの話、ワールドカップの話を今回はしました。で、このプログラムっていうのは、まだ構想段階ですから、細かいところ全然決めてないんですね。ただ、趣旨ははっきりしています。まず、時間を伴うことで、あくまで他者の存在を前提とした上で、組織の中で立ち回り、それ主従とかないです、どっちが上とか下とかないです、メンバー間で。 どうしたら組織のパフォーマンスを引き上げることができるかというのことを考えな実践しながらその能力を上げていこうでそれによってより大きな利益とか成果を生み出せるようになろうということを目的としています具体的なツールとしては、まあ、このカリキュラムやプログラムは学生学部生と高校生あたりを対象想定していますから MBA のようながっちりとした例えばケーススタディをし,したりとかは無理だ無理だし吸収できないし必要もないと思うんですねその年に合った能力の磨き方があると思うんですそして二十歳前後であればやっぱり自分がこういうふうなことに携わりたいやってみたい実現したいっていうものが漠然としたものとしてとりあえずあると思うんですただそれだけではどうにもならないですよね で、やっぱり今の学部教育もそうですし特に職業訓練校は特にそうですけども自分の専門だけ磨いててもこういう能力って絶対身につかないんですよだから多くの大学生高校生にとっては受験指導なんかはもっとそうですけどもこういう能力を養いたいと思ったら別の指導が必要なんですねあれ教育がそれがこれだと思ってください意図するところだと思ってくださいで、 具体的なツールとしては NBA、まあ、で取り上げられるような戦略論とかマーケティングあるいはミクロ経済、高度経済など最近流行りですね、えー、会計、うん、ファイナンスあたりも最低限提供しようかなというふうに思っていますでちょっと変わったところでは最初はです、ね、やっぱり実感を伴うということが大事かなと思いますで僕はまあ10年ぐらい昔サッカーやってたものですから サッカーを通じて大事なことを伝えるということはできるかもしれないなと思ってじゃあ実際にちょっと1回でも2回でもいいから最初はみんなで集まって、えー、なんかフットサルの、うん、コートでもちょっと借りて、えー、みんなでプレイして、まあ普段皆さん勉強ができる子もたくさんこの COC には集うんですけどもそうじゃなくて個人プレーじゃなくてじゃあみんなで何 何かをし組み上げるっていうことをした時に何どういう視点が足りないかっていうのを体で感じてもらうでそのために何が必要かっていうのを感じてもらうっていうこともやってもいいかなというふうに思ってますで最後のところではやっぱり終盤にかけてはまずは通ー,ーとあとは場合によっては検閲とかポランニーとか論語とかそういう古典を読んだりっていうのも必要だと思いますし、えー、だんだん うん、デザイン思考とかあるいは場の形成の仕方とか新しい分野あるいは考え方っていうのをも組み込んで最終的には自分で何でもいいと思いますで小っちゃくてもいいと思うんです3人とか2人とかそういう2人の組織でもいいと思うんですこういうことをやってみようかなと小さいところから始めて、まあ、事業計画 書く必要あるかどうかわからないですけどもまあそういうのを簡単なものでもやってもいいかもしれないとにかく実践するってことが大事だと思うんですよねで実際に立ち上げてみてでしばらくそれを追跡しながら成長していくことができ,てできたねあれ学んだものを活かしながら組織を育てていくことができたねあるいはまあ COC 内で知り合った同士やってもいいと思うんですけどもじゃあより相手のことを 深く理解して互いの良さを引き出し合いながらあるいは互いに思いやりをしながら思いやりのある関わり方をしながら良いものを作り上げられるように昔よりはなったよねというような成長を見せることができたならばいいなというふうには考えています。 まあ難しいですよね、そのテストの点数のように、いやね、例えば何かの入手で0.3で合格、不合格だからお前の方が上とか下とか、そういう世界では全然ないですから、むしろ定性的で、えー、具体的に、解が確実的にパッと決まるようなものではないですから、まあ、アイデンティティがもろに絡みますからね。でもそういう能力が、この時代には必ず必要だと考えていますので、 興味持った皆さんはぜひちょっと話を聞きに来てほしいなというふうに思います。今回の映像はまだ構想段階ですが、組織とは何かという仮課題で組もうと考えているプログラムの構想に対す関する紹介映像でした。